アンゲームはコミュニケーションを深める質問カードです。2種類のカードが入っています。1のカードは比較的答えやすい質問で、2のカードはちょっと難しい自分の内面を表現する質問が多く入っています。対象は全年齢向け、その他に家族向け、カップル向け、ティーン向け、子ども向けがあります。使い方はカードの束を真ん中に置き、輪になって順番に1枚質問カードをめくります。自分で読み上げて自分で答えていきます。例えば、迷子になった時のことを聞かせてくださいとあります。私は幼い頃、おばあちゃんに連れて行ってもらったデパートで迷子になったことがあります。とても不安でした。でもちゃんと迎えに来てくれたのでほっとしました。こういった事例は実生活でなかなか思い出すことはありません。きっかけがあることで自分の思い出を表現することができるようになるのです。ここに一つ大事なルールがあります。人が話をしているときには黙って聞きましょうというルールです。自分が話している意見が誰からも否定されたりしないで、安心して表現できる場を作るためです。このコメントカードを引いたときには、それまで話していた人に何でも質問ができるというルールになっています。アンゲームにはゴールがありませんので、時間で区切ってください。最初はだいたい20分くらいから始めるといいのではないでしょうか。終わった後の振り返り、シェアリングという時間を皆さんで大切に味わってください。関係性が深まってきたら、2のカードを使うとさらに深いところまでコミュニケーションが取れるようになっていきます。アンゲームはコミュニケーションを深めるツールですので、使用場所はいろいろなところで使えます。例えば学校のカウンセリングルームはもちろんのこと、教室では1分間スピーチの題材としても使えます。教職員さんのコミュニケーションにも使っていただいています。